割と、まあ、ちょっと学生の皆さんから聞かれたので、まあ、すごい偉そうな言い方ですけど、一応喋ろうかな、このお題で喋ろうかなっていう話をしようと思うんですけども、SNS であったりとか、あるいは授業中とかも、基本的に僕は政治の話と宗教の話をしないっていうポリシーを貫いているんですよね。で、その、この二つに関してはかなり、まあ、 うん、デリケートといえばデリケートなもデリケートといえばっていうかデリケートな問題じゃないかと思っていて、で、こう、例えば、うーん、例えば僕自身はフランス語の文法であったりとか、まあ、いわゆる言語学みたいな感じの授業内容、内容の授業を持ってるわけですけれども、フランス語の文法を説明するのに、例えば今の日本の政治の話が必要かってなったときに、まあ、 別にいらないじゃない。つまり、その、例えば野党を支持してるのか、支持していないのか、今の首相をどう思ってんのかとかいう議論を授業中にする必要はないじゃない。 そういうことを考えるっていうことは大事だと思うんで、学生の皆さんには、こう自分自身でアンテナを張り巡らせて、こう新聞読むとかね、あるいはテレビのニュースを見るとかして、まあご自分で、まあ政治のことについて関心、興味関心を持ってほしいと思うが、僕個人の意見をそこで言うのは違うかなと思ってるんですよ。僕はね、それは、 授業内容によってはそういうことを言う必要もあるでしょうし、まあだから他の教員が政治とか宗教の話を授業中にすることに対して、それを僕は、まあ、とも思ってないっていうか、まあ必要あれ,あればやった方がいいんじゃないのと思うし、まあ僕は個人として僕自身はそういうことをしないよっていう、まあスタンスなんですよ。だから今日も言うつもりはないんですけれども、 まああの、ただその学生の皆さんから聞かれたのは、まあだから今のこの政治宗教の話とは違うテーマなんだけど、このテーマの話をここでするかどうかずっと迷っていて、してなかったんですよ。その時、それ自体は、まあ年末ぐらいから出てきてました話なんですけどね。まあ要するに、あの、吉本の松本人志の問題ですよ。まあどう思いますかって聞かれて、いやどう思いますかって言われてもみたいなところが正直あって、まあ、 あのまあ何て言うのかなやっぱりそこで問題になっているような内容っていうのは事実だとすればそれは本当にまあ反省するべきものでしょうし非難,非難されるべきものでしょうしそれはあの事実だとすればやっぱり罪をつぎ償っていただくしかないと思うんですけれどもただその辺については僕はそのマスコミの なんていうのかな、報道とかを詳しく見ているわけではないのでね、わからないですけれども。ただ、一お笑い好きとしては、仮に松本人志が芸能界を引退するようなことになった場合でも、それ以外に、まあ、まなった場合に、m 1グランプリとか、そういう類のお笑いのショーレースと言われているものがなくなるってことだけは、なんか回避してほしいなと思うんですよね。 まああのー、まあ M1 グランプリとかあるいはザ・セカンドと言われている、まあ芸歴16年目以上の芸人の皆さんが出てくる漫才の賞ーレースがありますけれども、少なくとも M1 とザ,ザ・セカンドとあとはキング・キングオブ・コントだっけとかも、 松本人志の影響力ってすごく大きいと思うんですよね。その審査員として、まあ日本のお笑い界をこう上り詰めたような松本人志という芸人が審査することによって白がつくというか、その大会の権威っていうのかな、があると思うんですけれども、まあその松本人志がいなくなることによってそういった大会がなくなるのはやめてほしい。つまり誰かにそれを受け継いでいってほしいなっていうのがありますね。これは、 一お笑いファンとして、やっぱり M1 グランプリ、特に僕はこの3つの中で言うと M1 グランプリが一番まあ好きというか一番興味関心を持ってますけれども、まあ一つはそういう、えっ、ー、と、こう、芸人というかコンビの皆さんが切磋琢磨してネタを作り上げていって、そしてそれを披露する。 まあ、M1 グランプリっていう場があることによってね、お笑いファンとして、まあ、年末の楽しみっていうのがあるし、もう一つは、僕自身、知り合いにもその芸人がいるんですけど、プロの芸人が、その、あの、うちのゼミの卒業生以外にもね、芸人の知り合いがいるんで、そういう皆さんの、まあ、一つ目標みたいなものとして、そういうショーレースがあるっていうのは、僕は悪いことじゃないと思うんですよね。だから、松本人志の問題とは、 別というか、まあ、切り離すことはできないんだけれども、松本人志がどうなったとしても、賞ーレースそのものは残してほしいっていうのが僕の気持ちとしてありますね。M1 グランプリは島田紳介が始めたもので、島田紳介がね、まあ、あの、まあ、あの、ある事情で芸能界引退して、それでも残ったよね。で、松本人志が今回仮に今回の、まあ、事件がきっかけで、 引退することになったとしても、その次の世代の人たちとかが受け継いでいってほしいなっていうふうに思っています。ほんじゃまた。